小泉京子全国ツアーで新たな取り組みに挑戦16都市21公演。我々やスタッフの移動や宿泊から。女優の小泉京子58がパーソナリティを務める12日放送の TBS ラジオサステバ土曜七7.30に出演。今後の全国ツアーで新たな取り組みに挑戦することを発表した。写真あり、人気歌手と笑顔の通所と、 小泉は10月26日から12月21日までの期間、全国16都市21公演のツアーを行う。絶賛リハーサル中だという小泉は、今日もいっぱい歌ってきて大変でした。と本番に向けて忙しい日々を笑いながら明かす。そんな小泉は、今回の全国ツアーで新しい取り組みに挑戦するという。それは、 CO2 をできるだけ少なくしようということで、カーボンオフセットプロジェクトというのをこのツアーでやってみようと思うと告知。二酸化炭素の排出を減らすというのは何人かのアーティストの方も日本でやられてると思うんだけど。今回はもちろん会場での電力消費もそうですけど、我々やスタッフの移動とか宿泊から算出された二酸化炭素の排出量も JA。 クレジットを購入することで CO2 排出を実質ゼロにできる。これに挑戦すると力強い声で語った。またステージのセットは宮城県の栗駒山で伐採された木材を使用しており、セット解体後にはその木材がアップサイクルされ猫砂になるという。その上で、たくさんの人が見に来てくれるからちゃんとわかりやすいように会場にチラシのようなものを置いて、 こんなことができるんだというので、興味を持ってくれたらいいなと思うとし、ちょっとずつでも意識が変わるといいな、と願いを込めていた。